まあ、今乗ってるのはビッグマイナーチェンジの日産スカイラインです。スカイラインといえば、まあ、自分が初めて免許取って乗ったのが1972年の GC10 箱スカでしたね。そうだから自分のなんかこう今の人生は、まあ、スカイラインと出会ったことによって、まあ、変わったなっていう感じがしますね。あの時スカイラインと出会わなかったら全く違う人生歩んでたんじゃないかなと思います。スカイラインに乗って学校に行くと大学に行くと車好きの連中に、まあ、カージャックされて、まあ、レースとかラリー見に行こうよって言われてこの世界に、まあ、足を踏み入れたんですね。でもやっぱり走りはいいな。で技術的なトピックスはそのワンモーターハイブリッドだけじゃなくて、まあ、プロパイロット 2.0 といういわゆるこうハンズオフの技術を持ってるんですけど、もうそれよりもですね、私が一番注目したいのはやっぱりバイワイヤーステアリングシステム。もう世界広しといえどもオンリーワンの技術をこのスカイラインは持っています。でバイワイヤーって、まあ、例えば最近ブレーキとかアクセルはもうバイワイヤー化が進んでいるんですけども、ハンドルステアリングだけはまだバイワイヤー化が進んでなくて、まあ、ステアリングシャフトとフロントのタイヤ の、あのいわゆるステアリングシステムが、まあ、金属でつながってるんですね。棒で、まあ、棒って言っちゃいけないですね、まあ、メカニカルにつながってるんですけども、バイワイヤーはモーターでハンドルを切ってるんですね。しかも左右のモーター2つあるので、まあ、片側だけ切ろうと思ったら右側だけ少し多めに切るとか、まあ、いろんなことができるんですけども、まあ、ということでスカイラインはセブンススカイラインの時かな、7代目から、まあ、リアのハイキャスという 4WS の走りをね、日産は世界に先駆けて実用化した実績があるんですね。で以来ずっとハイキャスは、まあ、進化していくんですが、まあ、その途中でハイキャスというリア操舵システムが、まあ、今回このフロントの、バイワイヤーシステムになったんですけども、まあ実験的にはですね、これ四輪操舵のバイワイヤー化っていうのも、まあ、日産は研究していた時があったんですね。ですからその操舵技術として日産は一つの大きな、まあ、経験がある自動車メーカーなんですけど、まあ、そのバイワイヤーステアが、進化して今回このスカイラインのマイナーチェンジに搭載されています。ですから、まあ、本当にモーターで切ってますからステアリングのギア比が自由自在に変えられるんですね。まあ、例えばコンピューターでゴーカートみたいに動かせっていうと、もうステアリングのギア比が、もう世界一クイックなステアリングも、まあ、モーターで切れますから可能なんですね。ですからこういう技術は車の乗り味を、まあ、メカニカルに作り上げるのではなくて、まあ、電気モーターによっていろんな特性が得られるというところにメリットがあるんですが、まあ、ただ非常に機構が、高度な技術が必要なので、まあ、コストとか、信頼性とかそういったところに、まあ、なかなか下の安いクラスにまで普及できる技術がなかなかないんですけどね。まあ、でも、まあ、スカイラインはそこにこだわっているというところが、まあ、非常に大きいなと思います。はい、で今回プロパイロット2がついてるので、ちょっと今、アダプティブクルーズコントロールを今セットしました。右手の親指で、セットのところをマイナスを押してその後スピードを合わせるんですが、まあ、基本的には、カメラで規制速度の看板を見てますから、まあ、それを超えないように設定できるんですね。で今はもう右足はアクセルペダルから離れてます。左足フットレストのみペダルにくっつけてますが、はい、でメーターパネルがブルーになったのでハンズオフ OK です。合流車両に注意してください。ちょうどインターチェンジの合流左線がここにあるので今そのアラームが出たんですけど、今右足がフットオフ、手がハンズオフの状態ですけども、目はしっかり前を見てアイズオンして安全運転をしています。やがてこれが目が
アイズオフできるようになって初めてレベル3部分的な自動運転が始まるんですけども、まだハンズオフ手は離してますが、安全運転はドライバー責任なので、ドライバーは前方監視、前をしっかりよく見て安全運転しなければいけないという今その状態になってます。まあ、手は離してます。なのでこの離れた手がどこに行くかというと、スマホなんかやっちゃダメですよ。両肘をこの肘のそのアームレストに乗っけて、まあ、リラックスするぐらいは OK ですね。でなんかね、改めてこのハンズオフで分かったのは、自分の手が重いなと。まあ、質量的にこういう手重いじゃないですか。だからハンドに手かけといた方が楽なんだけど、ハンズオフなんでこの肘掛けで、ここに赤外線モニター使ってドライバーを監視しているので、例えばハンズオフ手を離して運転していて、ドライバーが安全運転をやめて余計なことをやろうとしたらですね、警報でアラームが出て怒られるんですね。随所にスカイラインらしいこだわりを感じますね。でもプロパイロット、やっぱり俺パイロットだな。